今日のすごいびっくりですね、はい、いやー本当ね各ライダーみんな俺喜んでこのホステージ終わると帰ってくんですよ。いやいややっぱりねこんだけのレースファンがいてくれて、うん、非常に嬉しく思いますし、うん、まあ、明日の決勝に向けてねしっかりこう皆さんの応援に応援にね精一杯応えたいなというふうに思いますね、はいはい、もう日本代表長坂夏之にぜひ皆さん大きな拍手をお願いいたします。ねスケジュールは非常にこう進行いいんですけど、はい、僕のスケジュールは非常にちょっとつまずいちゃってますね今。そうですね、まあちょっと今日ねいろいろありましたけどね、はい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 、まあ今回は長坂選手は、はい、まあ毎年恒例のなってますワイルドカードも参戦ということなんですけど、うん、やっぱりその自分のことだけをやってるわけにもいかないっていうところもあったりしていろいろもどかしい部分もあったりすると思いますけども、いかがですかその辺は。そうですね、まあ、非常に複雑な気持ちではあるんですけども、やっぱりそのファクトリーチームのねバイクを良くしたいなっていう強い気持ちもありますし、まあ、レースとなれば、まあ、一ライダーとしてね一生懸命走りたいなと思ってるんで、まあ、今日の FP4 の転倒はちょっとこう、はい、まあ、自分のリズムも良かったんでね少し攻めようかなと思ってたところの転倒だったんで、まあ、Q1 もちょっとこう負荷攻め切ることができなかったんで、まあ、タイムを上げることはできなかったんですけども、まあ、手応えとしては非常にいいフィーリングで来れてるんで、まあ、もっと上に行けると思ってますけどね、はい、下に行きたいというところですね、はい、まあ、そんな中中坂選手今年はゼッケンがあれってね思った人多いと思いますけどなんと89番なんですよね。そうです、まあ、21番がねそう取られちゃってボルビディが、ね、取られちゃっているんで、まあ、自分が初めてスポット大学参戦した時のゼッケンということで、はい、まあ、自分の誕生日をね、8月9日なので89ということ で来年はその89の間に、はい、もし出れたらですけどね、はい、間に1と入れて、うん、バイクっておおなんでそんなネタバラシを。いやいや表示的には89なんですよ。そう、ちっちゃく間に。ああなるほど、間に入れてね。はいはいはい、819にするわけだね。はい、もうバイク大好きなんでね、皆さん。素晴らしい、はい。拍手お願いします。いいね、いいね。そういうね演出が出てくると楽しいですよね。ね。さあそんな長坂選手ですけども、今日は予選20番手というところになってしまいましたけど、まあちょっとあまり振り返りたくないかもしれませんけどもね。でもそんな中でもやっぱり。赤菅選手といえばこのワイルドカードで参戦しながらですね難しい状況を乗り越えて決勝では順位を上げてくるって、ね、はい、レースを僕も見たことがありますしそういうレースを期待してると思うんですけども、まあ、なんだかんだ今年で7名目になるんですよ。でも全部ポイント圏内でチェックが受け入れてますし、はい、まあ、今年はウィーク通して天気も良くてね、まあ、ファンの皆さんも楽しんでいただけてると思うんで、まあ、明日の決勝でもね24周と長いですが一つずつポジション上げてね、しっかり、まあ、目標は高くシングルフィニッシュをしたいなと思ってますけどね、はい、期待してますよ、はい、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。開発ライダーとしてこうやって過ごすレースウィークではビニアレス選手とかロシ選手といろいろお話をしたりするんですか。もちろんこうオンタイムでね情報をいただけれるんで、まあ、彼らがこう何を言っているのかをしっかり理解しながらこうフリーとか FP1 から、はい、望んでるんですけども、そうですね、まあ彼らもこうコメントが出てるようにちょっとこうもっとそこを良くしてくれという要望が強いんでね、それをこうまあセッティングでアジャストしながら、まあこれは良くなかったよ良かったよっていうのをデータをねその都度こうウィークで遅れてるんで、まあそういった面でもちょっとずつバイク自体は良くなってきてますし、まあ、ダルコ選手は、ね、予選2番手ということで、バイク自体のこうポテンシャルは非常に高いんでね、まあ、決勝では彼らもやってくれると思いますし、まあ、それに続くようにね自分もしっかり、まあ、結果を求めて頑張りたいなと思いますけどね、はい、じゃあセッションごとにそれこそロシ選手からこんなリクエストがあると次のセッションは中坂選手は予定を変更してやらなくちゃいけないんだ。試みているものもありますし、だから良ければすぐね行けるんですけど、もうちょいこうセッティング必要だよっていうのはいいフォーメーションできたりとかできてるんで、まあ、前線まあ、後半で残りちょっと少ないですけどね、少しでもよくできるように頑張りたいなと思ってますけどね、はい、縁の下の力持ちで頑張ってますよ日本のトップライダーが、はい、なんとかだからこそねやっぱりこの MotoGP のレースの魅力が出てくるんじゃないかなと僕思うんですけども、ね、そんな中ちょっとね今日はねこの Moto ステージに、はい、なんとマーベリック・ビニアール選手と、うん、バレンティーノ・ロッシ選手が初めて来てくれるという予定になっています。
予定は未定です。これをね、実はね、ちょっと心配して、いや大丈夫ですよ、来てくれますよ、来てくれます、はい、もちろんそれをみんな待ってるだろうし、ええ、彼はその期待に応えるべく来ると思います、ここへ、はい、なんつってもイベントでついにバレンティーノ・ロッシ登場みたいな感じでね、そう、もう大々的にドーンとネットでも歌っちゃってなんでね、来てくれないと我々すっげえ困るんですよ。そうなんですよね、大丈夫です、来てくれます、大丈夫ですから、後でピットで必ず行けよって、あ、分かりました、譲ってきます。はい、嬉しい中須賀選手がちゃんと言っていただけるということです。ありがとうございます。言ってきます。でもやっぱり彼らレギュラーでやってるライダーっていうのは2人はすごいライダーだなってやっぱり改めてこういうレースウィーク一緒に走ると感じます。どうですか。やっぱりそうですね、まあ、マシンの動かし方起こし方だったり、まあ非常にこう勉強になるところもありますし、まあ、まだまだそのバレンティーノ選手もね、年を重ねていくごとにどんどん進化してるんで、僕もバレンティーノ選手と2歳しか変わんないんですよ。あ、そっか、2個下になるんですけど僕が、うん、そっか、僕が37で彼が39歳なんですけど、彼はこう非常にこうどん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 毎年毎年進化してるんで、まあ、自分もそれに負けないようにね、進化しながら、まあ、バイクの開発をやっていければなと思ってますけどね、はい、負けないように頑張ります、はい、おー、はい、負けないように、はい、ね。いやでもね、中須賀選手またね、ぜひね、ワイルドカード日本だけじゃなくてね、世界でもねやってほしいなって思うファンは多いと思います。はい、そうですね、まあ、ワイルドカードもね、続けることは非常に難しいですし、うん、まあ、こうやってこう続けてこれてるのも、まあ、ヤマハもはじめね、ファンの皆さんこう応援してくれてるからこその参戦なんで、それを、7年、8年、9年じゃ、はい、ずっと続けていけれるようにね、頑張りたいなと思いますけどね、はい、じゃ決勝はもうぜひね、来年も中須賀がいなきゃ MotoGP 日本グランプリ成り立たないだろうという、そういう走りを見せてくださいよね、皆さんね、見たいよね。ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。暖かくていいですね、ここ。いや、ね、もうね、何言っても拍手してくれますよ。いや、本当本当、それにやっぱ支えられますけどね、ライダーはね、やっぱりどう、やっぱり全日本もそうだけど、8体もそうだけど、こうやってファンの人たちが特に8体とかライトスティックでうわーって振ってくれるじゃないですか。やっぱこう見えますからね、ライダーは、うん、やっぱそのこう旗が多ければ多いほどね、ライダーはこう走る力になるんでね、ぜひね、決勝でもね、応援してください、よろしくお願いします。はい、ぜひともお願いします。お願いします。さあ、ということでですね、そろそろ写真タイムに行きますか。はい、そうですね、行っておきますか。はい、ちょっとフロアディレクター混乱しているようですけども、はい、はい、じゃあね、毎回ライダーの皆さんにはこの台に立ってもらって、はい、いや、これやってみたかったんですよ。おお、はい、7年目でやっとやれるんで、こう皆さんと一緒に写真、はい、楽しみ、夢だった、はいはいはい、さあ、なんと中須賀克行の夢が叶います。皆さんのおかげです、ありがとうございます。しかもこの青一色の、青一色の背景で、じゃあ中須賀、はい、はい、じゃあみんな青いライトスティック、そして青いものを振って Everybody アクション！選手、最後に一言皆さんに声かけていただいて、お別れしたいと思います。はい、明日はまたね、今日と同じようにいい天気になると思うし、熱いバトルが繰り広げられるんで、まあ、その中でも、自分も一つ一つ順位を上げて、皆さんの応援に応えたいなと思いますんで、ぜひ明日も応援してください、よろしくお願いします。中須賀克行選手にどうぞ大きな拍手を送りください。ありがとうございました。